バルトークの弦楽史重奏曲第5番 SZ-102 は1934年に作曲された弦楽史重奏曲である。アメリカのエリザベス・クーリージ財団の移植に応え、同年の8月6日から9月6日のわずか1ヶ月で書き上げられた作品でクーリージ夫人に検定された。1920年代のバルトークは、急進的に無調へ突き進んでいく作風の作品を、 書き上げ、弦楽史重奏曲第3番、第4番はその典型的な作例となっている。しかし1930年に書き上げられた、カンタータ・プロファーナでは、三和音による終始など、伝統的な火星への回帰の傾向が見られるようになり、同年から翌1931年にかけて、作曲されたピアノ競奏曲第2番でその傾向は一層顕著になる。これは、 バルトークが競争曲を大衆にアピールする音楽であると考えていたためであるが、より内政的な音楽であると考えていた。弦楽四重奏曲においても、三話音の使用は控えられてはいるものの、この傾向と無縁ではありえなかった。弦楽四重奏曲第5番は、5つの楽章から、なるが、両端の楽章が、いずれも変度のユニゾンで終わるなど中心音が明確となっており、 また全音階的進行が支配的である点など先行する弦楽四重奏曲からは著しい変化を示している。また特殊奏法の使用も前作に比べ控えめで、音犬で単成な印象を与える音楽となっている。しかし一方で、弦楽四重奏曲第4番同様、楽章構成はアーチ形式のシンメトリカルな構造となっており、独自の様式感に、 より正常な音響を盛り込んだ、いわゆる万年様式を予言する作品とも言われる。1934年8月6日から9月6日、アレグロアダージョモルトスケルツアンダンテフィナーレ原ク四重奏曲第4番では、中間の楽章が旧環球の順であったのに対し、本作では環球館となっている。演奏時間は全曲で約30分。 1935年4月8日、ワシントン DC、コーリッシュ弦楽四重奏談による、第一楽章は、そなた形式。第一主題は、変論の連続による、ガリガリとした力強い動機で構成されるが、第三主題は、戦慄的で、これまでの弦楽四重奏曲とは全く異なる、音楽であることが一調して監督できる。再現部では、主題が半域なりで登場し、 シンメトリカルな構成を強調している。第2楽章は三部形式。この楽章ではバルトークピツカートを含め特殊奏法が比較的多く用いられているが、エキセントリックに突出することはなく、宗教的とも言われる、性質な夜の音楽に溶け込んでいる。第3音楽章はスケルツォ。ブルガリア風にと指定されているが、これは ブルガリアの民族部局に由来した特殊なリズムを用いているためである。この中で第二楽章の主題が突然パロディのように聞こえてくる箇所がある。パロディは代表作、還元楽のための競争曲でも重要な役割を果たすバルトーク晩年様式の特徴的な作曲技法の一つであり、この楽章はその方がとして注目される。中間部はバイオリンが 弱音キをつけて、オスティナートを演奏する。第四楽章の主題は、第二楽章の主題素材と密接な関係にあり、この楽章自体が、第二楽章の変奏曲であると解析している、研究者もいるほどである。主題の範にいきなりからなる、脈打つような低音のリズムの上で主題が曖昧な、状態から形成され、再び解体されていく。第五楽章は、ロンドソナタ形式。 主要主題は民族部局風であるが対称性に極限までこだわって反応や展開といった作曲技巧を凝らした超絶的な作品である。特に中間部に置かれた第一楽章の第一主題を素材にした大規模なフガートはこの楽章の対法的性格を明らかにしている。ありがとうございます。